図中の2が傾斜を表す。1は、走行。3は、レイク。地質学における傾斜は、地層の走行に対して直行した方向の、水平面からの角度によって表現される、その層がどれほど傾いているかを示すものである。敗者、後者というように、遠い目で見た最地層の傾斜は変化している。しかし近い目で見ると、傾斜は特定の角度に近似することが可能であり、 これを記録することによって観察対象の地層がどれほど傾いているかを示すことが可能である。傾斜は走行線を基準として東西にあるかを示すことによって記録する。なお、ここでは面が下がっていく方向を記録する。これを記録するために走行と同様規格化されたものではないものの表現技法が存在している。 例えば東に45度の傾斜が存在した場合、45度 E という表記が行われる。なお、走行線自体が東西に近い場合は、分かりやすくするために南北を復帰することがあり、例えば走行が N30 度 W であった場合は45度 NE となる。走行傾斜マークの例。走行は N30 度 W、東に45度の傾斜を示す。 測定したものの記録方法の一つとして、走行傾斜マークの使用がある。これは、名称の通り、その地点の傾斜のみならず、走行を記録する記号である。このマークを用いて表現する場合、傾斜は2本の直線のうち短いものの向きである。複数箇所で測定した傾斜を平均化する際、単に角度の数値を相関平均することは誤りであり、ステレオ投影を行った上で、 各々の面の重心を求め、ここから傾斜を求めることによって平均を求めることが可能である。この節では傾斜の測定方法について述べる。京都科学による木製クリノメータークリノメーターは走行の測定にも用いられるが傾斜の測定にも用いられる。傾斜の測定時にはクリノメーターの長平を走行に対して直角になるようにし内側の目盛りを用いて 傾斜を測定する。またその方位をクリノメーターを水平に持つことによって測定する。走行の測定時と同様に路頭の凹凸が激しい場合は走行板を用いて測定するとより正確な傾斜を測定することが可能である。また直接路頭にアプローチすることが不可能である。場合は路頭に対して正対しクリノメーターの長辺をその総理面の延長線と 同じ角度にすることによって測定可能である。この際に測定したものは直接測定したものと比較して平均的なものとなる。その面が平面であった場合、戦術の通りに測定したデータおよび走行を複数用いることによってその面を定義することが可能であるため、その地域の地質図を作成することが可能である。ここに地形図と走行線及びこれと 平行な線を合わせて示し、その線と同高度の点を結ぶことによって、その境界を示すことが可能である。ありがとうございます。